日時でやりましたけれども、でもね、さっきからなんかいろいろとお話聞かせてね、ちょっと聞かせていただいたんですけども、うん、どうですか、なんか稽古場の雰囲気とか、長谷川さん。めっちゃ明るいですね。なんか、こんな急に溶け込めるみたいなのがありましたね。すごい見事だと思うんですね。微妙ですね、微妙ですね。最初はすごい緊張してましたよ。やっぱ初現場って知ってる人が誰もいない状況で、おはようございますっていうのはやっぱり緊張してるので、おはようございますっていうのがやっぱ緊張はあったんですけど、皆さん本当個性が強くて、話してたら面白いですね。みんなのこと知りたい、知りたいって感じで、楽しい感じで。ガッツマン最後キュッと終わりました。ありがとうございます。なんか橋田さん、見どころとかあります？見どころ、そうですね。でもなんかこう、なんといってもやっぱりこのあらすじでもあるんですけど、やっぱその3人で付き合うっていう、まあ割と、まあ、いびつではあるじゃないですか。でもなんかそれをなんかどういう風にこう感じて、まあ、私たちもそうですけど、見てる側もどういう風な感覚で見るんだろうっていうのもすごくあって、見どころっていうのは、まあ、全然まだ結構序盤なのでこれからかなっていうところはあるんですけど、とにかくその不思議な体験をお楽しみにみたいな感じで。だってさ、現実で3人で付き合うってなくない？いや、もうそこでもう一番苦労してますから。3人で付き合ってる人は多分いると思うけど、隠してるや、きっと。3人で付き合うっていうよりはさ、なんか1人が2人と付き合ってるんで、二股みたいな、二股、そう、まあ、一個多彩みたいな人もいますけど、いますけど、でも3人で付き合おうってさ、ここも付き合ってるじゃん、ある意味ね、うん、そう、ここも付き合ってるし、だから、カップル、そう、グループラインだな、そう。LINE が来た時に同時に来るとか、そういうことがあるから。そうですよ。でも付き合ってるんで、そこでちょっとイチャついたりするかもしれないですよね。まだ寝てないのみたいな。3人でしてるみたいな。まだ寝てないのみたいなね。私ももうそろそろ眠いな。スタンプ。寝ないよ、そっちが寝ないよみたいなのをやってる可能性あります。もうみんな一緒に寝ようよ。すごいよね。現実でないからさ。そうだから、まあ、さっき言った2人なんだろう、彼女が2人いるとかだったら、その会ってる時に愛情を注ぐじゃん、例えば男が二股かけてたとしたら、うん、僕3人で会うんで、僕の気持ちがすごく難しくて、うん、なんかあんまり1人になっちゃうとこっちが会うし、1人になっちゃうとこっちが会うみたいな、両方にやっぱ同じぐらいの愛を注がなきゃいけないんで、すごく難しい。50%は100%じゃないですよね。確かに、そこですよね。なんか3人で付き合うっていう話なんですけどってあらすじ説明してくれてるけど、なんで3人で付き合おうってなったかっていうのすごく気になるよね。あ、それは見ての、まあ、楽しみです、ね、そこも描かれてるんですか、なんで3人で付き合おうって。まあ、言うとしまうと、その3人で付き合うという瞬間から始まるという、そういう3人で付き合うことになる事件から物語が始まっていくわけなんですね。でも役者さんの中ではさ、その3人で付き合うっていうことになった経緯とかもさ、想像しなきゃいけない。そう、そんな選択肢ある？いや、あっちゃった。いや、だからでもそこが難しくって、そんな選択肢あるってなっちゃうから、そんな選択肢あるっていう通常の、なんていうか、こう思考から離れて、こう台本読み解いていかなきゃいけないっていう、なんか、手の難しさはあるんで。自分では読めない。そうやね。読み込んじゃうと、なんか逆に難しい話になってくるみたいな。ここの心情ってこうだよなっていうのを逆っていうか、書いてあるから、読めば読むほど、ちょっと距離感あった方がいいと思うみたいな感じになっちゃうから。なんか他にはどんなキャラクターが出てくるんですか？他で言うと、言えるところで言うと、まあ、要するに、その彼女2人のそれぞれの友達ですよね。友達が公表するわけですよ、今。私、彼女が付き合ってるということで、その友達たちのリアクションもあったり、
まあ、そこからの他の登場人物、そこを見てからの見てましたね。なるほどね。でもさ、友達みたいな現実で、うん、今私3人で付き合っててさって言われたら結構そうね、結構え、どういうこと、ってなりますよね。どういうことってなるよね。3人で付き合おう。ちなみにじゃあもう本当に世界中誰でもいいですよ、うん、芸能人、うん、若さ2人選べるって誰と誰と付き合うんですか。2時間ください結構かかるな。全く違うタイプ選ぶと思う。そやな、真逆選ぶと思う。そう、なんか欲張りな感じ。うん、なんかすっげーなんかかっこいい系の姉御肌みたいな人と、でも同じじゃない。ああ、女子みたいな、僕は好きだったのが女性なので、うん、好きに、うん、そう好きなのが女性だから、まあその真逆のタイプ。ああ、なるほどね。うん、そうじゃない。いや、でもそうだと思う。なんか、全員同じタイプだったら結構、全員声かなくない全員声なんですか。声なんですか。いや、だからおしゃべり倒してねえ。あー、なるほど。そうどっちなんだろう。自分に置き換えると確かにどうだろうって思う。女性版なんですね。私、無理、みんな、全員になっちゃうから、そうすると何なんですかね。もう2人にも絞れない。2人に絞っちゃうみたいな。無理です、ね、やっぱ1人だから成立するもの、うんうん、そうですよね。今回すごいプレッシャーもあって、僕自身、うん、なんかそのまあ再演なんで、うん、初演見てって、うん、すごい面白いなって思った作品なんで、うん、やりたいと思ったんですけど、うん、ちょっともう本当にヒロインの2人がもうやっぱり綺麗で、うん、そこに対してそのなんて言うんだろうな、ちょっと答えなきゃいけない部分もあるし、うん、ちょっと頑張んないといけない部分もあるんで、うん、あの今ちょっとラジオなんで伝わってないと思うんですけど、野下さんがすげえ生きてるすげえ生きてる感じの差がどうしてもどうやってます。安川さんもキンキンにもいやそんな感じやけど、野下さんすげえ我がでしょっていう感じです。そうなんですけどね、ファンの方からしたらね、こんなお綺麗なお二人が3人で付き合ってても一緒にいたいっていうほどの色男、なんぼのもんかじゃんって見るわけでしょ。あ、大丈夫だよ、これだよ、それ。だからちょっと大丈夫みたいなところ言われてるんですよ、うん、演出家から、うんうん、なるほどね、うん、だから頑張りますよ本当にちゃんといい男になってくださいよ。だから誰ぐらいいい男になったかは劇場で見たら、ね、分かりますから。そうね、そうね。え、これいつからなんでしょう。これが9月27なんで、うん、本当に今月末からなんで、5日間ですね、うん、公演は9月27から10月1日まで、うんうん、で、劇場が中野にある、うんうん、モンモル、うん、あ、一緒やね。そうなんですよ。あ、そうなんですよ。あの、若さのプロデュース公演の劇場一緒かぶってんの。で、まあまあまあ、そうね、結構な公演がかぶってんのかぶってんの。なるほどね。はい、全何公演ですか。全9公演。まだチケットはまだ分あるんで全然そこみたいな。土日がちょっとやっぱり少なくなってきてるんですけど、うん、平日はまだ余裕があるのと、土日もまだ今だったので撮るので、うん、なるほど、はい、お早めに、お早めにね、なるほど、楽しみですよ。楽しみ。何話す、何が、彼は突っ込んでほしいんですかね。何話しちゃう、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 ね、そこの観覧に共演者の方が来てくれるっていうぐらい の、 あの雰囲気の良さはあるので、そういう感じだけ伝えとけばいいんですね。そう、僕 も知ってる人なんですけど、あの一番いいかも。そうですね、本当にね、ありがたいですね、いろんな人来てくれて、はい、本当にありがたいです。ありがたいとか言いながら入ってきた瞬間で、え、あいつ暇なんだって言ってたけどね、はい、まあ、それぐらい仲の良さはありますよ、ね、うん、本当に仲いい、仲いいよ、みんな仲いいよね、仲いい、なんか、女、なんて言うんだろうな、女、女って女って言うの、波長、いや、女言ったやつ波長がある人がすごい多いから、みんな本当にいい人、うん、あのね、多分一つあるのは、うん、この代表が西本健太郎じゃないですか、うんうん、やっぱ、プチポンコツなんですよ、うん、西本さん、ちょっと、天然というか、あの、LINE に来る仕事の内容、波長ありがとうわからない
ちょっと何のことですかみたいになったりとか、ね、釘買ってきたら、その釘は舞台より長くて、いろんなそれミスを過去してきてるんですよ。普通、主催というか、代表者がドンといて、この人にまあ、イフじゃないですけど、この人に、ついていこう、頑張るでしょ、じゃなくて、ちょっとポンコツだから、言ったらルフィみたいなもんですよ。だから、めっちゃいいよね、これをちょっとみんなで支えだもん、みたいな感じになるから、周りが固まるっていうね、多分そういうところはあると思うんです。みんなでこの人についていこうじゃなくて、みんなでこの人に支えます。そう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 、確かに。そうなるんですよ、絶対。そう第1回公演の前説を見に行った時に、あのさっきのデー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 デこれ言いたいです。先週だったので結果発表って、その場で舞台上に A チーム、B チームと並んで、ドルルルルルって、どっちが勝ったかっていうね。そう、照明がバーッとなくなって、で、勝者は A チームですみたいなのがあるので、一回やったので、これが全公演の結果ですよね、選手は。で、錦鯉のリチームだから、もう事前のためになかったんですよ。で、みんなと一緒に楽しみたい、その結果発表。で、ドルルルルルルって、いかがですで、照明がバーッと押したときに、パッと開いて、すいません、暗くて言えますほんまに。照明がバーッと押したときに、本当に楽しみですね、いやそういう意味で。そういうのもない、西系のなんかそのポイントがあるし。そうですね。現場で今発揮してない発揮よ。なんでしょう台本。スタッフさんが来て、まさかの台本を用意して言うことがあった普通の話ですよ。スタッフさんがね、結婚に来てくれて、今日台本渡しますって言って、すり忘れてシンプルなミスなんですよ。赤いやつでもちょっと前説も今回もやる。前説はやるんですか、僕ちょっと、でもこれだけ話したらちょっと楽しみにはなる。ちょっと楽しみに見えます、はい、多分そうなるんですよ。検討して結果発表もね、結果発表グーなのかパーなのかチョキなのか、なるほどそこが肝なんですよ。あれが大事なの、パーはグーが勝ったら説明しちゃうっていう日替わりなんだ、日替わり。今日は何で勝ったの、サザエさんみたいな。いいね、それいいね、サザエさん。じゃあ行きますか。流されんな、流されんな。ということで、まあまあね、楽しい舞台が、9月の27日から、はい、あるということで、今絶賛稽古中というところでですね、はい、それ以外に何か宣伝等があれば、はい、あれね、そろそろ、まあ、お時間も近くなってきてるので、お伺いしたいなと思ってるんですけど、何か宣伝ある人、はい、はい、いいですか。私、柳田美穂は今回は女優として出るんですけれども、普段ライブ活動を行っておりまして、はい、今月も実はちょっとキンキンなんですけれども、2つほどありましてですね、9月の11日こちらは四ツ谷ロータスの方で、バンドライブがあります。それから、9月の22日こちらは文部東京なんですけれども、前々回かな、ここにゲストで出てた元 KNU の子たちの生誕のそちらの方に出演させていただくのがあったりとかしますので、うん、それはコラボとかあるんですか。コラボはどうかな、今ちょっと調整中かな、うん、私もちょっと多分稽古から駆けつける形になると思うので、でもいい感じのライブになるかなと思いますので、詳しいことはおっしゃる、うん、ツイッター、インスタグラムやっておりますので、ぜひチェックしてみてください、はい、お願いします。皆さんの対策者出てくださ、はい。上下の下、未来の実、ホタテの方、野下美穂です。よろしくお願いします。ホタテの方だ。ホタテの方です。でも、小田さんによると、バンドを始められた。そうそう、バンドを組んでるわけじゃないんだけど、サポートメンバーに支えられて、バンド、生音でのアコースティックやったりとか、あとはもう普通のバンド形態でやったりとかっていうのを。それ野下さん弾くんですか。私はボーカルで、ボーカリストとしてやってます。で、まあ、ちょっと今もっかギターの練習中なので、このあたりに披露できればいいなと思いながら頑張ってやっております。はい、お楽しみに。それで前回来てくださったのが4月なんですか。その時はもうギター多分やってなかった。そうかも。4月の末ぐらいから始めて。そうだから4月頭に来ていただいたらその時はやってなくて、とりあえず F は超えたんで。
あれがね、はい、すげえ難しいですね、ね、これ指ね、そうそうそう、そうか、つってね、まあちょっとね、じゃあもしこれ次、もし3回目出演とあったら、ちょっとギター弾いて、まあ確かに、あ、そうだ、いや、ちょっと来年にしてもらっていいですか、それはちょっとそれはタイミングはありますけど、そうですね、まあ、もし何か機会があればぜひ、はい、来たいですね、それで、お知らせがあるということで、はい、詳しくは下美穂さんのオフィシャルツイッター、そしてインスタグラムを見てください、はい、ということです、はい、はい、じゃあ続いて、うん、ちゃんと、はい、改めて、グーとパーでチョキを出す、2018年9月27日から10月1日までですね、中野の劇場ももというところで、やっております。で、毎日、最初の4日間は2公演、14時の回と19時の回ありまして、千秋楽10月1日だけ14時の回全9公演となっておりますので、まあ、ツイッター、アクトのツイッターだったり、あの瀬川さん、野下さんのツイッターでも、あの予約フォームがありますので、ね、そちらからご予約いただければなと思います。はい、じゃあ、長谷川さんからちょっと告知というか、なんか一言意気込みをね、じゃあ長谷川さんからあれにしよう、今日のラジオの感想と、はい、なんかまあ意気込みみたいな、舞台の意気込みとか一言いただければ。今日のラジオの感想と意気込み、はい、10分ぐらいいただければ残り5分ですね。じゃあ、下が先に行きますね。はい、そうですね、今回2回目だったんですけど、うん、もうなんかこのラジオはもう本当にプライベート感が増える、アットホーム、アットホームアットホームな番組で、とても楽しい気分で、うん、あとはもうお酒があれば間違いなしという感じで、ですけれども、ね、またね、何かあったら呼んでいただきたいなと思うんですけど、舞台の方も本当に3人で付き合うということを題材にしたというか、なかなか面白い感じになっておりますので、ぜひぜひ劇場で見ていただきたいなと思っております。9月27日から10月1日に、中野のままでお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、そうなんですよ、めっちゃ完璧じゃないですか気にはできないですけど、ラジオはすごく初めてだったんですけど、皆さん本当やっぱ拾ってくださるんで楽しかったです。すごい楽しめました。はい、ありがとうございます。心こもってました。すいません。そうですね、グーとパーでチョキを出す、なかなかやらないし、普段も絶対にないような状況っていうのがを作ってお客さんに届けられるって、まあ、なかなか楽しいことで、自分もすごく楽しい稽古を過ごしているので、ぜひ皆さんにとも共有できたらいいかなと思っております。いい声ありがとうございます。ありがとうございます。また、ね、機会があったらぜひぜひ、はい、ぜひよろしくお願いします。石川はなんか感想と葛藤あるかも。ラジオ、ラジオ、でも本当僕も初めてで、ちょっと55分、あ、そうなの、ちょっと大丈夫かなと思って、あっという間ですね、あっという間です、楽しかったんで、また出たいなと。